叩いた音。これは霊感ゼロの私が3年前に体験したお話です。少し記憶が薄れてきているので、うろ覚えです。職場前の駐車場で一つ上の先輩と仕事終わりに話をしていました。仕事は遅い時間に終わるので、22時15分くらいを過ぎてた頃だと思います。 私は自分の車の運転座席に座り、扉を開けたまま、外にいる先輩に体を向けて話している状態でした。愚痴、仕事の話、少し階段じみた話をしていた時に、バンッと、助手席の窓を何かで叩かれた音がしました。叩かれた時の車の振動とかはなく、バンッ と叩かれた音だけが鳴っていた。そんな不思議な感覚でした。その時は気持ちの中で驚き、数秒してから後ろを振り向きました。が、何もいないし、何もありません。気のせいかと思い、私は前を向き直し、先輩と話していました。それを皮切りに、何も感じなかった背中から後ろが、 妙に外より冷たい空気になったんです。その時期は9月くらいでしたから特に寒くもない日でした。私は例の存在を信じている方なので、怪奇現象などと想像してしまった私の勘違いで妙にそう感じる、と思い無視して話をしていました。が少しして、先輩が首をかしげながら私の背後、 上を見上げ始めたのです。先輩が見上げていた場所は、私の背後にある道路を挟んで、向かい側、見上げるくらい小高く、急斜面な坂があり、その上には公園がある場所です。私はピンと来ました。話が遅れましたが、この先輩は霊感持ちであり、今は気配や姿がちらっと見える程度だそうです。 小さい頃は不思議なものに出会ったりしていた、とのこと。余談ですが、その公園は自殺者が一人いましたが、それ以外は何もなく、先輩からすると、とても嫌な場所、と話してくれたことがあります。上を気にする先輩に、何かいますと聞くと、うーん、いや、なんかね。と言葉を濁した様子でした。 話を続けても先輩はやはり公園側が気になるようで問いかけるも濁すばかり。気まずい雰囲気になり、しばらくしてから帰ろっかと先輩の一言で帰ることになりました。2分ほど運転したところで携帯の LINE 通知音が鳴りました。私は近くに車を止め、LINE を見ると相手は先輩です。 私さん今どこと来ていたので、今コンビニに向かっていると返事を返し、コンビニで先輩と合流し、その時何があったかを話してくれました。時系列順で話すと、私たちが話している間に、先輩から見て左側、道路の少し奥側に、立っている街灯から、ザッ、ザッ、 ゆっくりと足を吸って移動する音が聞こえたそうです。その数分後、私が助手席側に振り向き、また前に体を戻したあたりで、窓から白い小さな影が見え、また数分後、上の公園から話し声が聞こえたそうです。片方が低い声で、片方は高い声で、〇〇の二人どうだったか、違うよ。 それだけしか聞き取れず、それ以降はっきり聞こえなかった、とのこと。その声が聞こえ始めた頃から、最初の足音が、ザ、ザ、ザ、と、すり足を早めてこちらに向かってきており、それを聞いて、私に帰ろう、と言った。そして、私の車の後ろに回ろうとした時も、トランク側からふっと、白い小さな影を見たそうです。 私は車にいたせいか聞こえることはありませんでした。先輩曰く若干波長があって出くわしてしまったのと力がなくて幸いだったからよかったが駐車場では会話の内容を選んだ方がいいということでした。多分怪談話をしたせいで寄ってきたということだと思います。後に別の霊感持ちの先輩にこの話をしましたが あそこの公園は散歩する人もいるから、その会話に関してはそれじゃないか、と話してくれました。ですが22時以降、夜遅くに男女で散歩、あんな高い坂上から会話が聞こえるか、とも思いましたが、それ以上は何も言いませんでした。あり得ない話ではないですから。ちなみに先輩には、私が聞こえた車の窓を叩いたような音は、 一切聞こえなかったとのことです。